アルゼンチン独立戦争は、1810年から1818 18年の間に、マヌエル・ベルグラーの、フアン・ホセ・カステリ、ホセ・デ・サン・マルティンに率いられた、アルゼンチン独立主義者軍と、スペイン帝国王党派軍の間で戦われた。1816年7月9日、サン・ミゲル・デ・トゥクマンでの会合において、アルゼンチン憲法の条項とともに、完全な独立宣言が布告された。 今日のアルゼンチンの領土は、ブエノスアイレスを政府所在地とするリオデラプラタ複王領の一部であった。今日のウルグアイ、パラグアイ、ボリビアもこの複王領の一部であったが、この独立戦争時に自治権を求め、後に独立国家となった。人口密集地は複王領の広さと低速な情報伝達によって、それぞれから隔てられていた。 複王領の中で最も繁栄していた地域はアルトペルーであったが、ブエノスアイレスよりもサルタやコルドバにより強い結びつきを持っていた。同様に、西部の面倒さもアンデス山脈が自然の障壁となったものの、チ地トクリオにより強い結びつきを持っていた。対立関係にあったブエノスアイレスアイレスとモンテビデオは両者ともラプラタ川流域に位置し、 海上通信手段で内陸の住民よりも欧州の思想と経済的発展と接触を持つことができた。パラグアイは他のすべての地域から隔てられていた。政治機構の上層にはペニンスラールとも呼ばれる本土の人間がほとんどのスペイン王室から指名された者がアメリカ現地民の問題や意向に深く配慮せずに当てられた。これにより、 ラテンアメリカで生まれた白人であるクリオーリョと本土から派遣されたスペイン人のペニンスラールとの間に対立を生じさせた。両者は共にスペイン人とみなされていたし、クリオーリョとペニンスラールとの間に法的な差は設けられなかったものの、クリオーリョのほとんどがペニンスラールが度に政治的権力を持っていると考えていた。アメリカ独立革命やフランス革命、啓蒙思想は クオリーリョの社会変革への願望を強めた。スペインによる他国との金融政策も副横領の経済に対する損害と見られた。ブエノスアイレスの住民は、英日戦争時のイギリスのラプラタ侵略の際に武装化された。ブエノスアイレスは1806年に占領され、モンテビデオからのサンティアゴでリニエルス率いる部隊によって解放されたが、反撃を恐れ、 奴隷を含む軍務に適するべての住民が徴兵された。1807年の英軍の攻撃において、英軍はモンテビデオを占領したものの、ブエノスアイレスでの戦いで敗北し、副王領を離れた。副王ラファエルでソブレモンテは、この戦争中にクリオー領によって退位させられ、英軍の脅威が去った後もパトリキ連隊が、地方政治に強い影響を持つようになった。 ブラジルへの宮廷の移転は軍事的懸念を生じさせた。ポルトガルと同盟を結ぶイギリスの三度目の侵略も危惧されたが半島戦争の開戦とともにスペインがポルトガルイギリスと対仏同盟を結んだため軍事衝突は発生しなかった。スペイン王フェルディナンド7世が捕らえられると姉のカルロッタ・ジョアキナが摂政としてラテンアメリカを統治しようと試みたが イギリス・スペイン人両者の支持を得ることができず、不成功に終わった。モンテビデオで、フランシスコ・ハビエル・デイリオによりフンタが設立されたことを受け、マルティン・デアル・サガがブエノス・アイレスにおいて、グーデターで同様の行為をしようと試みたが、現地軍が介入し阻止した。本国が、バルトサール・イダルゴ・デシスネロスを新複王に任命すると、リニエルスは、軍の反対する提言を退け、 無抵抗で政権を譲った。5月革命により複王は退位した。代わりに最高議会と呼ばれるフンタが政権を担った。1810年までには、本土では、スペイン軍は敗北を続けていた。フランス軍はイベリア半島のほとんどを占領し、セビリアにまで至り、最高中央評議会が廃止された。何人かの会員は未だフランス支配下にないカディへと逃れ。 より絶対王政を支持する、殺傷評議会を設立した。この知らせがブエノスアイレスに届き、5月革命が勃発した。市民の中には、廃止されたフンタに任命されたシスネロスの統治する権限を疑い、公開懲会の開催を求める声が出、軍の指示により、シスネロスに開催を認めさせた。この懲会により、副王シスネロスを解任し、 フンタを当てることが決定されたが、町会はシスネロスをフンタの大統領に任命し、権力を保持させようとした。このような行為が続いたため、直にフンタは廃止され、最高議会が公認を担った。ブエノスアイレスは複合領内の他の都市に、このフンタを承認し、施設を送ることを要求したが、施設がフンタに参加するために送られるのか、 議会を設立するために送られるのかどうかが不透明だったため政治的衝突を引き起こした。はじめこの要求はコルドバ、モンテビデオ、パラグアイ、アルトペルーといった全ての主要都市から拒否された。コルドバではサンティアゴ・ゲルニエルスがブエノスアイレスを攻略するために軍を組織しており、モンテビデオはより強大な海上戦力を保持していた。アルトペルーではビゼンテニエルトが ペルー副王、ホセ・フェルナンド・でアバスカル・イスーサに、アルト・ペルーの併合を要請していた。ビゼンテは5月革命は、ブエノスアイレス内で沈まるだろうと考えていた。接触会議は、ブエノスアイレスを反乱都市と宣言し、モンテビデオを副王領主ととした。副王には、フランシスコ・ハビエル・デ・イリオが任命された。これらのことに関わらず、5月革命は当初は、 分離主義的ではなかった。後の独立主義者たちは、米大陸の噴火を支持し、王党派は、接触会議を支持していたが、両者とも、フェルディナンド7世の代理として、王の不在時には、主権は人民に帰すると考えていた。彼らが同意しないところは、それが適用される領土の範囲であった。王党派は本土のみに適用されるとし、 スペイン帝国を統治する権限を与えられると主張し、一方5月革命の首謀者は帝国全土の都市に適用されると主張した。またホセ・ゲルバシオ・アルティガスは主権の譲渡は全地域に適用され、また連邦制により全地域は統治されるべきであると主張した。三者は互いを敵視していたが、アルゼンチンに中央集権体制と連邦制のどちらを採用するかについての争いは、 独立戦争後もアルゼンチン内戦となり続いた。最高議会は複合領主としての影響力と新体制への支持を勝ち取るために全複合領内で攻撃を繰り返し、リオデラプラタ諸州連合の影響権を決定づけた。連合はパラグアイと早期に不可侵条約を結び、ほとんどの戦いはアルトペリルとバンダオリエンタルで行われた。この後5年間に連合は、 モンテビデオを占領したが、アルトペルーでは、硬着状態が続いたため、西のチリへと戦線を広げた。ブエノスアイレスの革命政府はまず前、副王サンティアゴデ・リニエルスが、反革命運動を組織するコルドバと5月革命に、賛同しない、パラグアイ州に攻撃を行った。リニエルスは、コルドバで募った兵士が、戦闘前に逃亡したため、アルトペルーに亡命し、 5月革命鎮圧のためのペルー副王領軍に加わろうと試みたが、1810年8月6日、反革命運動の他の首謀者と共に、革命政府のフランシスコ・オルティズ・デ・オカンポ大佐に捕らえられた。しかし、大佐が司令通りにリニエルスラを処刑せず、捕虜としてブエノスアイレスに送ったため、オカンポ大佐は降格され、フアンホセ・カステリーが軍の指揮官に任命された。 8月26日に彼はコルドバの捕虜を処刑し北方面軍を率いてアルトペルーを攻撃した。北西地域においてブエノスアイレスへの大議員選挙を行い5月革命への支持を確保した後、カステリーはアントニオ・モンザレス・デ・バルカルセ大佐をアルトペルーに派遣したが彼の軍はコタガいタの戦いで敗北した。カステリーは援軍を派遣し、 スイパチャの戦いで、革命政府にとって、初の勝利を勝ち取り、アルトペルーを支配下に置いた。応答派の指揮官、ビゼンテニエルと、フランスシスコ・デ・パウラ・サンス、ホセ・デ・コルドバ・イロハスはこの時捕虜となり、処刑された。カステリーは、ブエノス・アイレス政府にデサグアデーロ川を溶かし、ペルー復興領を侵攻することを提案したが、政府は却下した。 カステリーとゴイエネチェの部隊は、国境付近に駐屯していたが、ゴイエネチェの部隊は前進し、浮気の戦いで敗北し、部隊は改装した。しかし、アルトペルーの独立主義者ゲディラ・リパブリケタスが、王答派を食い止め、南への前進を防いだ。ブエノスアイレス政府は、マネエル・ベルグラーの率いる民兵をパラナ川沿いに、パラグアイ州へ派遣した。 はじめカンピチエロの戦いでは勝利したものの、パラグアリの戦いとタクアリの戦いで完敗を起死した。この戦役は、軍事的観点からは、失敗に終わったが、数ヶ月後、パラグアイはアルゼンチンに習い、独立国家となり、本国との関係を断った。パラグアイ、アルトペルー戦役での敗北により、1811年9月革命政府は、第13党政府に、 政権の座を奪われた。この政府は、ナポレオン戦争を戦い本土から到着して間もない、ホセゲサン・マルティンを中佐に当て北方面軍を再編し、アルトペルーへの新たなる攻撃を決定した。サン・マルティンは統率の取れる正規軍機兵隊を創設するよう命令され、その機兵隊は、機上的弾兵連隊と呼ばれた。政府は、マヌル・ベルグラーノを北方面軍の指揮官に当てた。 ピオデトリスタン率いる王統派軍の旅重なる侵攻に対し、ベルクラーノは、焦土作戦を使用することを決め、フフイとサルタの市民の退去と、物資や捕虜を渡さないために、都市の破壊を命じ、この行動は、フフイ追放として知られるようになった。ベルグラーノは、政府の指示に反し、トゥクマンで王統派軍と戦闘し勝利した。さらに、サルタの戦いで、 決定的な勝利を収め、王統派軍の大部分に武器を放棄させた。この時、サラマンカ大学での動機だった、トリスタンの部隊は解放された。しかし、ビリカプヒオの戦いとアヨーマの戦いで敗北し、夫婦への撤退を強いられた。1812年の初め、ブエノスアイレスとモンテビデオ間の不可侵条約が失効したため、マニュエルでサラテアを指揮官として、 バンダオリエンタルへの攻撃が開始されたが、指揮官は、まもなくホセ・ロンデアウが変わり、第二次モンテビデオ包囲を開始した。王統派軍のガスパルデビゴデットが包囲を解こうと、試みたものの、セリーとの戦いで敗北した。そこで、王統派海軍は、陸上封鎖を回避しようと、ウルグアイ川西岸地域への襲撃を行った。1813年1月31日、 モンテビデオの王統派部隊が、サンタフェ州サンロレンソへ上陸した。しかし、同年2月3日にこの部隊は、サンマルティン率いるグラナデーロス部隊により、壊滅させられた。このサンロレンソの戦いの後、王統派によるパラナガー西岸への襲撃はなくなり、サンマルティンは政府により軍司令官の地位を与えられた。グラナデーロス部隊は、後の11月8日、 革命においても重要な役割を果たした。この革命により、第一次三党政治が打倒され、第二次三党政治が始まった。新政府はより独立主義的であり、独立宣言のために13年会合を招集した。しかし、会合ではまず三党制を廃止し、ラプラタ連合集裁校長官の地位を創設し、ヘルバシオ・アントニオ・デ・ポサーダスをその地位に選出した。 オサーダスは就任後、1814年3月1日に、フアン・ラレイラの資金援助により、艦隊を初めて創設し、ウィリアム・ブラウンを艦隊の司令長官に任命した。急増の連合州艦隊は、その困難にもかかわらず、1814年5月14日、王統派艦隊と交戦し3日のうちに王統派艦隊を撃破した。この勝利によって、 ブエノスアイレス湾口の安全が確保され、モンテビデオは路上戦に屈し使八百十四年六月二十日に、陥落した。モンテビデオの陥落により、バンダオリエンタルでの応答派の脅威はなくなり、リオデラ・プラタ副横領の実際の解散が決定づけられた。ウィリアム・ブラウンは帝徳に昇級し、モンテビオ陥落の数日前に、方位の責任者に任命されたカルロス・マリアであるべある、が、 おじの後を継ぎ連合衆最高長官となった。しかし、軍の反感を買い、イグナシオ・アルバレストマスが兵士の反乱によってその地位に就いた。アルバレスは、アルベアルをロンデアウに代わり北方面軍の指揮官に任命したが、実務上はロンデアウが指揮権を握っていた。ホセ・ロンデアウ率いる北方面軍は、アルバレス最高長官の正式な承諾なく年に、 アルトペルーへの新たな攻撃を開始した。しかし、そのために、軍の規律は取れず、マルティン・ミゲルでグエメス率いるサルタ州軍の支援も、失った。この後の弁対メディアとシペシペでの敗北により、連合州はアルトペルーの北部を失ったが、グエメスのゲリラスが、王答派の、さらなる前進を食い止めた。第3次アルトペルー戦役での敗北により、 欧州では5月革命集結の流言が流れ、さらに1815年にフェルディナンド7世が大いに戻ったため、連合州の政治的地位を確立させることが急務となった。1816年7月9日、連邦同盟を形成するサンタフェ、エントレ、リオス、コリエンテス、バンダ・オリエンタルを除いた3人のアルトペルーからの 代表者を含んだ州代表者によるトゥクマン会合が開かれ、連合州の独立と憲法の条文が発表された。旗を巻いたホセデサン・マルティン。ホセデサン・マルティン将軍は1814年にアルトペルーへの新たな攻撃を計画し北た方面軍の指揮官に就いたものの、さらなる敗北を予想しまもなく辞任した。マルティンは木トリマの応答派を打倒するためにはまず、 チリを攻撃すべきだとするトーマス・マイトランドの著作を受け、チリからペルー副王領を攻める戦略を考案した。サンマルティンはクヨ州知事になり、チリ戦役への準備を始めた。面倒さに到着後、連合州市民とチリからの亡命者からなるグラナデーロス部隊をアンデス方面軍に編入した。1817年前半、サンマルティンはアンデスコシアマを組織し、 同年2月17日、チャカブコの戦いで、決定的勝利を収め、サンティアゴでチリを占領した。サンマルティンは、当初の目的であるリーマ占領に集中するため、チリ知事となる提案を拒み、代わりに、ベルナルド・オイギンスを知事に立てた。12月には、チリの独立に関する国民投票が行われた。しかし、王党派は、マプチェ族と同盟し、チリ南部で、 抵抗運動を行った。連合衆軍大佐、フアングレゴリオデラス・エラスが4月4日に、コンセプシオンを占領したものの、王道派はタルカウアノに南下し、抵抗を続けた。1818 18年の初めには、マリアの恐れを率いるペルー副王領からの増援が到着した。そこで、サンマルティンは、防衛が不可能であると見たコンセプシオンからの撤退を命じ 小土作戦を実行した。チャカブコの戦いの1年後である同年2月に、チリは独立を果たした。同年4月、オソリオの部隊は、ラプラタ連合州チリ共和国連合軍に寄襲し、連合軍は多くの犠牲者を出し、サンティアゴに撤退した。また混乱の中、チリ最高長官のオーヒギンスが戦死したという誤解が、生じ、連合軍にパニックを生じさせた。 カンチャラ・アヤーダの戦いの後、オーヒギンスはマイプ平原での会議において、軍の指揮権をすべてサンマルティンに渡した。そして、同年5月、サンマルティンはマイプの戦いで恐るように対し、決定的勝利を収め、オート派軍はコンセプションに撤退し、その後サンティアゴへの攻撃を行うことはなかった。その後のタイペル攻撃は、チリの名によって行われたため、チリ戦役が、 アルゼンチン独立戦争の終結させたとされている。ただ、1825年のアヤクチョの戦いにより、王統派が壊滅するまで、北部国境での防衛戦は続いた。5月25日のディア・デラ・レボルシオン・でマイオが、重要な出来事である、初の政府樹立を祝うために制定されている。この州は、起きた他の出来事も含め、セマナ・デ・マイオと呼ばれている、ハット・キャマグリー。 P23 キャマグリー。P24 キャマグリー。ピアニッシモ。26-27ハット。キャマグリー。ピアニッシモ。27-28。キャマグリー。ピアニッシモ。29-31。キャマグリー。ピアニッシモ。32-33。ありがとうございます。